はい、皆様お疲れ様です。親方のますです。本日もご視聴ありがとうございます。で、今回は精霊さばきの切断ですね。今また現場で余ったゴミのから参考にしていただきたいという感じで持ってきているんですけれども、まず今回もですが、歯が見えないので、切断の時見えないので、本来切断用のカバーを使っていただきたいという感じなんですけども、今も便宜上、こちらの、検索用の砥石用のカバーで切っていきますので、ご注意ください。でですね、歯履きの切断というと、今ここ実は曲げ、後で、説明するんですけど、これ曲げたものですね。これも曲げて、今手曲げで曲げてるんですけれども、ちょっとまあこれも方向は違うんですけれども、実際には今これ、うちに物置にあったゴミのなんで、ステンレス歯履きのゴミなので、本来こういう養生がついているんですね。切るところのこう、いくつの寸法だよというのを印した場合にそこを切っていくんですけども、これは毛描きのラインをカッターで出していきます。そしてですね、これでスコヤを当てて、でですね、まずここの、必ず毛描きっていうのは V 字で出してください。本来現場テストを私このピンクの巻きをお勧めしてるんですけど、ピンクの場合は暗い中で見ると黒とか赤で描くよりも非常に明るく見えるけれども、しっかりと線が見えるのでピンクをお勧めしていますが、まずですね、ここで切るよという寸法のところに印をしたら、他の動画でもご紹介しますけど、V 字にするか、これこっちだよっていうサインをつけてください。これがないと、疲れてきてる場合とかですと、ちょんと引いた場合、戻ってきて、あれここだっけこっちだっけってなるので、必ず方向、ちょっと曲がってしまった場合でも方向があるこの先端だよっていうのがわかるので、それだけ注意してください。そしてここで切るよという印が出ましたら、カッターの先をここに当ててください。で、そこにスコヤを当てていって、養生ごと切りながら、ここに毛描きを入れていくと。それで、いらないところをむしって、で、その時に暗い現場でしたら、ここを一回マーキーで撫でてください。細い方で。そうすると、暗い中でライト照らして反射しすぎて見えないとか、そういう時に、毛描きでライトを当てると、その反射して見えるんですけども、それが見えづらいとか、逆に明るすぎて見えない時とかに、この黒い墨を、頼り、あの、マッキーの墨を頼りに切ることができますので、両方いけるように、この養生を定規にして線を入れてください。ではちょっと切っていきますね。はい。で、切るときは、スタートはここから切って、こういうふうに動かしながら熱をかけ、一箇所に熱をかけすぎないように切っていきます。今、分かりましたかね。切り落としていないっていうことが大事で、これ切り落としてしまう瞬間に歯が噛んでバーンと弾いてここに落ちることがあるんですね。で、そういうものを防ぐためにも、あと、ここまで行って、自重で落ちていく場合、まあ、台とかあった場合、きれいに均等に同じような台で置いてきてる場合ですと、そんな噛みづらいんですけれども、こちら側がフリーで落としていくとか、まあ、低い伸び馬を台にしたりしてやってる場合にこっち跳ね出していくと、落ちていくときに、まあ、今これ短いのでいいんですけど、長い場合とかですと、一気に切り落としてしまうと、そこで歯が噛みやすくなりますので、途中まで行くと、ここの上を切っていくと、だんだん下がっていきますので、その状態でやめて、へし折ってしまうか、その状態、下がった状態で一回、一目入れて落としてしまうということをやっていくと、無駄に傷をつけたりしなくなりますので、そこをご注意ください。はい。で、私ですと、このペーパーディスクとかっていうもの、このペーパーのついた刃をつけていて、削っていきます。あくまで毛描きにぴったり切る自信があるので、
そうしていきますが、もし心配な方とか不慣れな方であれば1ミリぐらい残して、こういうスキルタッチで綺麗に削って、最後バリを取るっていう感じで持っていってもらった方がより安心だと思います。無理にぴったりゼロで切って、失敗するよりはコンマ5から1ミリ残して削っていくっていう方がより綺麗にいくと思いますので、その辺は技量に合わせてお願いします。じゃあ削っていきますね。はい、今ここにあったのが大きいバリですね。これでもう、触っても大丈夫なんですけど、あのバリ取りのお話でもしますが、45度人が触りそうなところ、タンブであったりとか人が触ってしまいそうなところであれば45度30度でかけるっていうことを覚えてください。今45度でかけたら次30度でかけます。はい、これでも人が触ったところでも全然大丈夫です。今ここ切ったところですけども、この速さで触っても一切切れることがないぐらいバリが綺麗に取れています。でここですね、特に子供がいる施設とかですと、これが合わさる突きつけになるところとかで、子供が掃除したりするときのことも考えて、この上のところですね、こっちがで触れなくなりますよとかっていう場合の上は、子供の手とかで意外なところに入ってきたりしますので、そういう場合はこの上を一回撫でておくと、こういうふうにするともう誰が触っても怪我をすることはありませんので、こういうこと、子供のいる施設とか女の人のいる施設、どうしても我々の手よりも皮膚が柔らかいので、そういうところの注意が必要になると思います。特に今後取っていくもので、厨房の鉄板張りのステンレスみたいですね、そういうものであれば手がふやけた状態で掃除される場合も多いと思います。そういう場合はより切れやすくなるので、特にこう人が自分が触っても大丈夫、昔はその自分の子供がここを舐めても大丈夫なぐらいにしろなんていう教えをされたんですけれども、自分の子供がここを舐めた場合は、ね、怪我の心配よりもやめなさいっていう方が先だと思うんですけれども、こういう、ね、そのぐらいの気持ちでやりなさいということを教えられたので、つけた場合、常に手すりとかでもつけ終わった後素手でこう触るっていう癖をつけてください。もうそうすると痛かったらもうそれはもうエラーなので、そこはもう修正して検査の前に、検査で出て修正じゃなく検査の前にもう修正していなければいけませんよっていう、子供が、実際にユーザーが怪我をするっていうのは恥なことですよ、我々にとって恥なことですよという発想でいてもらえればなと思います。でですね、次に、折り曲げる方法ですね。これ実際に、曲げたものですけれども、これは補助でやってれればあのベンダーでギュッと曲げるだけですけども、現場でやってる場合はそんなものを持ち込むこともできませんし、あのバンギアさんが使うあのベンダーもあるんですけれども、我々が使う板の厚みになってくると、なかなか曲げることも難しいかなと思います。バンギアさんの薄い板なのでギュッと曲げれますけど、我々の場合もある場合、厚い場合では2ミリぐらいのとか、アルミのとかであれば3ミリのとか使ったりしますので、ベンダーでギュッと曲げようねんっていう状態ではなかなかないので、裏に切れ目を入れていくんですけども、その場合に削りすぎてここの肉がなくなってしまうよっていうことがない状態で、ここの R に対してですね、やりすぎればここのどんどんピン角になっていきますので、他のところが緩やかな R になってるね、ここだけ1箇所だけピン角になっているよっていうのは避けなければいけないので、その辺は実際についているものとの似せていくっていう作業が必要になっていきます。その辺はもうちょっと感覚の世界なんですけれども、できなくはないのでぜひ試していただければなと思います。これの曲げることに関しては、あのプラスチック の, あの表面と裏がステンレスの薄い板で中に樹脂が入っているタイプのものもあるんですけれども、基本的にはことは同じです。あれの場合はちょっと今絵で描いて説明しますけれども、現物がないので今回のと作業的にはほぼ同じものだと思ってください。ですので曲げれないのではなく、曲げ方さえ覚えてもらえれば曲げることは可能ですので、試していただきたいと思います。ちょっと絵で描いてご説明していきますと、実際建物の柱なりをで、まあ、トイレとか水回り使うことが多いかなとは思うんですけれども、こういう柱がありますよという状態
で考えた場合、ここの今ですと内の両幅からね、ここにステンレスの幅木を貼っていく状態になりますね。こういうふうに貼っていくというような状態になりますので、今測る場合、現場で測る場合、この内乗りを測ることになりますよね。で、例えばここが100であった場合にどうするかということになっていきます。この寸法ですね、今裏から印を出していくので、その寸法をどう決めているのかというのをお教えしたいと思います。で、これ、で考えていきましょう。で、今100、さっき、ほどの絵で、ここで今、内乗り、この100で曲げていくよ。こっちは、曲げた後に切ります。慣れてない方であれば、例えばここ150、今100でしか使わないけれども、ここを、こうして、だいたい150の150で曲げた後で切ってしまうっていう方が簡単ではあります。材料が少ないとか、まあ慣れてきていれば、もう片側は寸法を決めて曲げてしまって、そこから先のこちら側を合わせて切るとか、まあ、両方合わせて切る、曲げていくこともできるんですけども、その辺は慣れが必要かなと思います。で、まあ、極力合わせていきたいよという場合であれば、これ今 1.2 ミリの板なんですけれども、まず内乗り、こちら側から重視してここを曲げていきますよという、こちら側の寸法が今、例えば内乗りであればこれ100ミリ、ここ100ミリなんですけど、100ミリですけど、これに 1.2 ミリ足してください。これが、切れ目を入れるとこのラインになります。そしてここに線を引きます。それで、例えばこれの厚みですね、ここが3ミリあるとか、先ほど言った間にプラスチックが入っているタイプの、まあちょっと商品名はあれですけども、そういうタイプであれば、厚みが3ミリぐらいあるんですけども、その場合であれば、ここに、ガイドの線1.5、1.5で、3ミリ分の厚さを書いてください。今ですと、薄いので1.2ミリの場合ですと、ほぼいらないぐらいですけれども、じゃあこれを次に曲げるための切れ目を入れて曲げていきたいと思います。そしてですね、これ切れ目を入れるにあたって、その中に樹脂が入っているやつのタイプですと、もうここから斜めに進んでいきます。ここの中心のラインありますよね。この中心のラインに向かって斜めにこちら側からとこちら側から切り進んでいきます。そうしないと刃が逃げちゃうんで、プラスチックの場合は。まあ、簡単に削れるんですけれども、ここから行って裏の、地金に当たるぐらいまで切っていきます。で、そこの裏の地金はいじめずに、こちら側からとこちら側からこう行ってもいいですし、こう行ってもいいですから、ここに45度の溝を掘るっていう感じですね。それでピキッと曲げると簡単に曲がりますので、あくまでここに沿わせていけば、簡単に曲がりますので、その辺もお試しください。では、このステンレスの幅木、生地の幅木ですね、それを曲げるのをちょっと傷つけてやっていきたいと思います。カメラで映りますかね。今これ養生残したの分かりますか。本来であれば熱かかっても溶けてくるんですけれども、どっちにしてもこういうところでもバフでかけてヘアラインでこの焼け色は落とすとは思うんですけれども、ここも同じことを処理すればいいので、今これわざと養生残してるんですけども、これ焼け色見てるんですね。同じように、今ここ強くて、ここ端がどうしても熱かかりやすいので、端と端は溶けてきて、養生が焼けてきてますよね。で、真ん中もちょっと焼けてきてますよね。で、これが長い距離、鉄板、パネル曲げる時でも同じなんですけれども、これが、焼き付けのパネルとかですと剥がしてもらった方がいいかと思うんですけども、ステンレスの生地の場合磨けるので、こうやって見た方が私は分かりやすいんで残してるんですけれども、長い距離であればこれは均等に、同じだけ掘れたかなっていうのを確認するのに、ちょっと養生の焼け具合を見てるんですね。で、今こことここかかっている、ここはまあ端は熱が一気に伝わるので、
ここは無視してもらって、ここの真ん中が今強く焼けてるなと思うと、ここ真ん中が強く掘れてるという状態になりますので、これが溝が同じになっているかなっていうのを考えてもらって、1ミリの板とかですともこのままピッていくともう簡単に曲がります。今でもほぼ曲がると思いますが、今の場合、この状態で曲げると、ちょっと絵で説明しますと、今のこうして上から見た板の上から見た状態ですね、ここに細い筋が入った状態ですので、これを曲げていくとここが当たるんですね、こことここが。ですので、こういう状態になるんですね。ちょっとカメラの向きが難しいですね、本当にヘルメットにつけてやってるんで。でここに行って、ここが先に当たってしまう状態になります。そうすると1ミリの板ですと、ここの厚みがないのでこのまま曲がっていくんですけども、 1.2 ミリぐらいになってくる、もしくは 1.5 ミリの板とかになってくると、ちょっと斜めにここを取ってやらないと、板の曲げた時にこういう曲がり方になるんですね。このこういう曲がり方になるんですね。ちょっと絵がフリーハンドで描いてて難しいんですけど、こういう風な曲がり方ですね。ちょっとここはこういう状態になります。なのでちょっと格好が悪くなるので、もうちょっとここの角を取ってやらなければとなります。はい、で次にここの横側を削っていきます。あくまで、今あるこの元の溝をゲージにして曲げて削ってやればいいので、そんな難しいことはないです。軽く当てていただくと、先端を、はい、どうでしょう、少し横から見て見えますかね。映ってるといいんですけど、ちょっとカメラが目の前で近すぎて、サンダー使うのも容易じゃないんですけれども、わかりますかね。ここ一応これで V 字になったんですけども、これを曲げていきます。で、今これでもう十分生きてるんですけど、先ほどと同じ、言ったようなこういうラインになってしまった場合、こっちがですね、ここが当たってしまって、こういうなってしまった場合というのは、一回強く曲げて戻してください。そうするとここで一回無理かけて戻すんですけども、そうすると綺麗なラインが出ると思います。その辺ももう行ってしまって、先ほどの絵のような状態になってしまった場合というのは、もう戻ることができないです。戻すと割れて切れちゃうので、そうなった場合は一旦強く曲げて戻すというのをやると、ここのラインが出てくると思います。極力ストレスなくいける方がいいんですけれども、こういうふうに、そうなってしまった場合は一旦強く曲げて戻すっていうのを心がけてください。で今やった感じ難しくはないと思うんですけど、焼け色を見る、で焼けすぎて、ここがもっと切れ目を入れた時に近すぎた場合、掘りすぎてる場合っていうのはもっと強くここが焦げてきてるはずです。なので、このぐらいの養生の焼け具合を保ってください。それじゃないと何でしょう、弱くなってくるのと、あとピン角にどんどんなってきてしまうので、というところもご注意ください。そして養生、焼けて剥がれづらいので、ここをもう切ってください。これ切って、こうですね、はい、こういう感じで取って、どうでしょう、今焼け色、ここに、糊が溶けたものがあるんですけども、焼け色は出ていないかなっていうぐらいで切れていると思います。で糊はシリコンオフとかつけたウエスで拭いてもらえばいいので、どちらにしろここ、貼る方もシリコンオフをつけたもので拭かなければ、ホコリとか油気で浮いてきて剥がれてしまうので、そういうもので一緒に拭いてください。で、幅木の切断から曲げまでいきましたが、ご理解いただけたかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。